根子王は、くだらの王族。三国式によれば、第21代、外郎王の子で22代、文州王の弟であり、24代、東条王の父。日本書紀では、外郎王の弟で、東条王と武姉王の父である。今期、根枝、根枝、根子、ぐんくん。日本書紀によると、有略天皇五年、日本に人質として献上された。 日本書紀によると、有略天皇五年四月、兄のかぞりくんにより、日本に使わされた。その際、街路王の夫人を一人たまわり、身ごもっていたその夫人が六月に、畜死の、かくら島で男児を産んだ。この男児は、島くんと名付けられて、母子ともに、くだらに送り返され、後の武姉王となった。七月宮廷に入ったが、この時すでに五人の子があった。 有力天皇二十三年四月、九だらの文金王が休止したため、今主王の五人の子供の中で、第二子の末、多王が幼少ながら聡明だったので、天皇は、畜の分子の文史五百人をつけて、末、多王を九だらに帰国させ、大いにつけた。これが、登上王である、という。新先生史録では、飛鳥カ子氏の外され、大阪府ハビキ市の飛鳥カ神社に祭神として、 祀られている。三国式のくだら本に、文州王には、文州王三年四月に、王の弟の梱氏を廃止打つおみ左兵となすとあるが、同年七月に、打つおみ左兵の梱氏出世とある。また、僧女、くだら伝に、くだらの子に騎士を計が、大民二年に、僧に、上評文を提出し、くだらの将軍十一名が僧から、将軍号を認められているが、 その中の進む取子将軍の号を受けた、左剣王与昆を、今虫王と同一人物とする説もある。関連する遺跡として、高井大山古墳では、初期横穴式石室の採用や船、横領出土例に似る、日野市の出土が認められることから、五世紀後半頃の、 王族級くだらけへと来人の墓と推定されており、今氏が日本で死去したとすればその墓とする説が挙げられている。ありがとうございます。